こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーCAD 1.0 基本的操作法、第4回、ドレスアップツールについて紹介します。ドレスアップツールは、パートデザインワークベンチで使用できるもので、フィレット、メントリ、抜き勾配、厚みなどのツールがあります。フィレットは、エッジをカーブにする機能です。この例では、選択ボタンを押して面あるいはエッジを選択した後、エッジ部分にカーブの半径を指定してフィレットをかけます。また、すべてのエッジを使用オプションにチェックを入れると、選択した面あるいはエッジに関わらず、すべてのエッジにフィレットを適用することができます。面取りは、指定したエッジに直線的に角を取る機能です。フィレットと同様に、エッジあるいは面を選択し面取りを行います。タイプオプションでは、規定値として、等距離が選択されています。これは選択したエッジ部分より等距離に面取りが行われるものです。2つの距離を選択すると、エッジ部分よりの距離を右の図のようにサイズ1とサイズ2に分けて、エッジからの距離を選択することができます。また、距離と角度オプションでは、下の図のようにエッジよりの距離と角度を調整することができます。今回はフィレットと面取りについて説明します。それでは、こちらのフィレットと面取りツールについて説明します。最初はフィレットを使用してみましょう。丸みを持たせたいエッジを最初に選択します。次にフィレットツールをクリックします。するとこのように選択したエッジに丸みが与えられました。エッジの丸みは半径パラメーターでこのように調整することができます。今エッジは一つ選ばれていますが、選択ボタンを押して追加することもできます。選択ボタンを押すと、フィレットのプレビューが消え元の図形となります。ここで追加したいエッジを画面から選びます。そしてプレビューを押すとフィレットがかかった画像が表示されます。その他のオプションとして、すべてのエッジを使用をクリックすると、全エッジを対象としてフィレットがかかります。次に面を選択してフィレットをかける方法について見ていきましょう。最初に、面を選択し、フィレットボタンを押します。するとこのように面の周囲にフィレットがかかった図形となります。それでは次に面取りツールについて説明をしていきます。このツールの使用方法は、先ほどのフィレットとほぼ同じ手順で行います。最初にエッジを選択し、面取りツールをクリックします。すると、選択したエッジに面取りが行われます。こちらのサイズパラメーターを調整すると、面取りの長さを調整することができます。それではサイズを増やしてみましょう。こちらがサイズを 3mm に増やした画像となります。次にタイプパラメーターについて説明します。規定値は等距離となっています。これはエッジの両側に、同じ長さだけ面取りが行われるものです。これを2つの距離オプションに変更すると、サイズ2の項目が出てきます。それではサイズ1の値を変更してみましょう。この例では、手前に面取りが増えます。次にサイズ2を調整してみます。すると反対側の面取り面が増えるのがわかると思います。このように、2つの距離オプションを選択するとエッジの両側で別々に面取りサイズを調整することができます。その他のタイプとして距離と角度という項目もあります。これを選択すると面取りサイズとその角度を調整することができます。それでは角度を調整してみましょう。角度を少なくするとこのような形で変化します。反対に角度を大きくしてみるとこのように変化していきます。また面取りにおいても、選択をクリックし、他のエッジや面を選択することができます。このように個別に選択することもできますが、すべてのエッジを使用オプションを選択すると、すべてのエッジについて面取りを行うことができます。この場合、うまく面取りが行われませんでした。
これは面取りサイズが大きすぎて面取りが重なっているのが原因と考えられます。そこで面取りサイズを小さくして再実行してみると、うまく全エッジに対して面取りを行うことができました。これで OK を押して面取りを完了します。抜き勾配は金型から製品を抜き取るとき、金型に角度をつけると製品を引き抜きやすくなります。この時の角度を抜き勾配と言います。こちらが抜き勾配のパラメータ設定画面です。この例では、2つの選択面を指定して抜き勾配の角度を 16.5 度に設定したプレビュー画面となっています。また、どちら方向に面を傾けるかは、中立面を設定することによって傾き方向を決めることができます。中立面は、面積が変わらない面のことを言います。次に、厚みツールについて説明します。厚みツールは、選択した面の内側にポケット状のくぼみを作成するときに使います。このとき、壁となる部分を厚みとして調節することができます。規定値として、接合タイプが、円弧が選択され、内側に向かって厚みを作成オプションがチェックされています。この状態では、壁は内側に向かって作成され、外側のエッジは角のある壁となります。ここで、内側に向かって厚みを作成オプションのチェックを外すと、右下の図のように外側に向かって厚みのある壁が作成され、エッジ部分が円弧となります。今回は、抜き勾配と厚みツールについて紹介します。最初に抜き勾配について説明します。抜き勾配は金型から製品を抜き取るとき、金型に角度をつけると製品を抜き取りやすくなります。この角度を抜き勾配と言います。それでは、抜き勾配ツールを使ってみましょう。このツールを使う対象は、こちらの円柱となります。最初に勾配を作る面をクリックし選択します。そして抜き勾配ツールを押します。すると、このようなパラメータ設定画面となります。プレビューの下には、選択した面が表示されています。こちらに勾配が作成されます。この状態で抜き勾配の角度を調整してみます。このように選択面の角度を調整することができます。今角度の変化に伴って、上の面が変化していますが、中立面をクリックし、上の面を選択すると、上の面の面積が固定され、下の面が角度の変化に伴い増減します。すなわち中立面は、面積を固定したい面を表します。他のオプションとして、引き抜き方向を反転するというものがあります。これは反対方向に角度をつける場合に選択します。先ほどは下が広がるように変化していましたが、これをクリックすると、逆に細くなるように角度が変化します。それではこれで確定しましょう。次に直方体に対して、抜き勾配を適用してみます。直方体の上面を選択し、抜き勾配ボタンを押します。するとこのように選択された面が赤色で表示されたパラメータ設定画面が表示されます。そこで角度を調整してみます。この例では、選択された面が手前に傾いていることがわかります。ここで先ほどと同じように中立面を設定してみましょう。右側面を選択します。すると右側面が固定され、左側の面積が変化します。この場合も同じように、引き抜き方向を反転オプションをチェックすると、内側に角度をつけることができます。今、選択面が一つですが、複数の面も選択し勾配をつけることができます。選択ボタンをクリックし、このように二つの面を追加します。この状態で角度を変化させると、三つの面を同時に勾配を変化させることができますが、中立面が右側面に設定されているので、この面だけは変化しません。そこで、この中立面を削除します。すると、このように3つの面を同時に、角度をつけることができます。次は厚みツールについて紹介します。
こちらの直方体の上面を選択し厚みツールボタンをクリックします。すると、このように直方体の内面がくり抜かれた形状が作成されます。厚みオプションを変更してみましょう。このように厚みを増やすことができます。次に有効なオプションについて説明します。こちらの接合タイプが円弧となっている状態で、内側に向かって厚みを作成オプションを外すと、厚みは外側に向かって作成され外側にフィレットが作成されます。今外側の面には円弧が適用されています。ここで再び内側に向かって厚みを作成オプションをチェックすると、角が直線となった形状になります。また、内側に向かって厚みを作成オプションを外した状態で、接合タイプを共通集合にすると、厚みの角が直線となった形状に変化します。次に選択面を複数選んだ場合の状態を見てみましょう。今、選択面は上の面だけですが、ここで選択ボタンを押し他の面も追加してみます。例えばこの面を選択し、プレビューしてみます。するとこのように、手前の面も取れた状態となります。もう一つ、この面も選択してみましょう。するとこの面も取れた状態となります。それではこれで厚みツールの操作を終了します。